より良い社会づくりや将来の夢などへの思いを絵や作文で表現するコンクール、青少年からのメッセージ、青少年へのメッセージの表彰式が4日、プラザ万象で行われました。このコンクールは、小学生から一般までを対象に、青少年健全育成敦賀市民会議が毎年行っています。今年度は図画ポスターの部に2078点、作文の部に2809点、合わせて4887点の応募がありました。審査の結果、佳作以上の入賞作に208点が選ばれました。そのうち図画ポスターの部で10人、作文の部で12人が最優秀賞に選ばれ、この日、原幸雄会長から表彰状が贈られました。表彰式の後には、作文の最優秀賞受賞者のうち7人が作文を発表しました。この日発表しなかった最優秀賞受賞者は、10月14日に開催される青少年育成敦賀市民大会で発表します。高校卒業後は日本の伝統文化について学ぶことができる大学か、英語力を高めることができる大学に進学したいと考えています。そして日本の伝統文化の魅力について海外の人に伝えるだけでなく、海外の伝統文化についても学んでいきたいと思います。またこの日、プラザ万象のロビーでは、図画ポスターの最優秀賞から入選までの作品が展示されました。なお、この作品は今月21日から26日まで、本町2丁目の原田ふれあいギャラリーでも展示されます。